へへん。売国自民党ニュース。本日のニュースは、関係、一郎、です。見てくださいね。安倍、金城、で、ございます。従来、安倍派の政治家に、裏金は、安倍派の命綱だから、頑張って、不正の金を集めなさいと、申し上げてきました。森元総理の時代から、申し伝えられた、伝統で、ございます。私も、森元総理の一番弟子で、申し伝えを守って、自民党総理の座を得た男で、ございます。関係、一郎、君も、頑張ってくれました。ただ、法律的には何ら問題なくやってきた。だからこれが、今後ね、道義的にどうかといえば、まあ、ここはね、だから私が悪いわけじゃないですよ。一切、法を犯したわけじゃないですよ。適正にやってきたことだけあなた、しっかりこれ認識してもらわなくちゃなんねえよ。誤解されてんだから、ね、ここだけは訴えなくちゃなんだ。時代に馴染まなくなってきてると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 。率直に言っていいんですか？お願いします。いや、恥ずかしいな、情けないなと。情けない。ふざけてるなと、そう率直に思います。なんでしょうね、なんかもう、呆れ者が言えないってこういう時に言うんだなって思いましたけれど。自主性じゃないんですか？自主性じゃないんですか？